確かなテクニックを持ったランカーです、ヘラルド・マルチネス。さあ注目のダブル名イベント、そのまず第一戦、西岡俊明対ヘラルド・マルチネスをご覧いただきたいと思います。今この表情を浮かべています、西岡俊明。世界ランカー同士の対決ですからね、これ非常に近いランキングを持っているこの両者が激突いたします。さあ浜さん、はい、注目のポイントをこの直前に絞っていただきたいと思いますが、西岡もともと左は強いわけですから、今日はですね今まで練習してきた右の使い方、それに注目したいですね。そうですか、左はもう練習しなくてもいいとも言われてるわけですね。それぐらい一発で倒せる持ってるでしょ、はい、それほどこのリードブロー、つまり右に練習を絞ってまいりました。さあどういう立ち上がりになりますか。白のトランクスがヘラルド・マルチネス、水曜日に来日していますメキシカンです。このヘラルド・マルチネスがパンチありますよ、はい、サンドバッグを思い切り揺らそうとのパンチを練習では見せておりました、このヘラルド・マルチネス。西岡俊明は今年の6月に世界挑戦1回果たしていますが、残念ながらタイトルゲットはなりませんでした。再びその夢を叶えるためにもこの再起戦綺麗に勝っておきたいところです。右のストレート速い、スピードがあります。ヘラルド・マルチネス左を持っていきました。浜さん、随分この初めての日本ということで張り切ってるらしいですね、マルチネスはね。それと西岡が世界に挑戦したことのある世界ランカーですからね、勝ったら世界挑戦できるだろうということを予想してやってるわけですよね、左持っていきます。そしてこの左と過去キャリアの中で4人と対戦しているというマルチネスなんですが、全て勝っていると言っています。そういった面も自信を持ってやってきてますね、お互いに速い動き、パンチを出していった、今度は西岡です。いや、このやっぱりキラージいいですよ、はい、今当たりはしなかったですけどね、あれぐらい伸びるといいですよ。左お互いスピードありますね。そうですね、ありますね、キレもありますよ、はい、パンチ一発を持っているのは西岡の方です。左を返した西岡、サイドに動きながらの攻撃を見せます。あれが西岡選手得意なんですね、サイドに回り込みながらですね、相手から打たれないポジションで左のアッパーダブルで突き上げるんですね。距離を若干詰めます。バランスも今回の試合と試合の間によくチェックしてきたポイントの一つです。以前はもうちょっと前傾、前の方にバランスがあったんですけれども、それを中心に完全に姿勢変えました。ボディに持ってきますマルチネス。それで浜さん、随分自分が楽になったと言ってますね。要するにバックもできる、サイドにも動ける、前にも行けると、そういった位置に戻したということなんですね、今日の試合で西岡が随分安心して見られるようだったら自分のいいボクシングができている証拠ですと、そのようにテレビを見てくださいと伝えてくれました。微妙な距離の間の取り合いが行われています。お互いフェイントの掛け合いやってるんです ね、右のストレート届かないのは十分承知、ヘラルド・マルチネスあえてその長いストレートを持っていきます。十分距離を追っています、西岡も警戒します。詰めていった西岡、簡単にロープには詰まりません、スピードを持っているこのマルチネス。細かく左をついて右、今引いたところで打ち込んではいきませんでしたマルチネス。第1ラウンド終了しました。もちろんノンタイトル戦でご覧いただいています西岡俊明対ヘラルド・マルチネス、まずポイントを伺っておきたいと思います。まず小泉さんお願いします。1ラウンド目は10対10ですね、はい、浜さん、私も主導権取り合いということで10対10ですね、はい、今映っています西岡俊明、コールが湧き上がっています。兵庫県加古川の応援会の皆さんがバスで駆けつけてくれました。プロ25戦目、元日本バンタム級のチャンピオンです。2度防衛に成功していますが、狙うは世界であります。西岡俊明、前回の浜さん、はい、タイトルマッチでかわすことができたんだけど攻撃につながなかったと、まあ簡単に言うと攻防一体、それができなかったんですと、まあ反省してますね。やっぱりチャンピオンのウィルボン、攻防堅実な選手ですからね、はい、それでまた一つ学んだと思いますよ。笠井トレーナーが今言葉をかけていました。それをしっかりとうなずいて立ち上がっています西岡俊明。お、まだマルチですのは今ようやく腰を上げています。第2ラウンドです。これで西岡の中にもマルチネスという存在がしっかりとインプットされたと思われます。それを受けて第2ラウンドどう動いていきますか。
ボディをまず払うように打っていきます。マルチネス、マルチネスはこれが25戦目になります。21勝して2つの負け、1つの引き分けがあります。21の中に18の KO が含まれています。168センチ。その KO のパンチもですね、タイミング合わせのタイミング、パンチなんですね。タイミングで、だから、まあ、前半というのは結構タイミング合わせながら今やってるんですね。タイミングあったら本当にダウンを取るものすぐ持ってますからね。そうですか。今要するにマルチですが、そのタイミングを測りに来てるわけですね。そういうことですね。ね、それとやっぱり体を動かしています。西岡との距離がちょっと長いんでですね、まだ今タイミング取れてないというところですね。西岡の距離はこのぐらいなんですか。うん、この距離から左ストレートが伸びれば一番いい距離になりますね。はい、それで心当たりが、左はうんと中に入られました。右が出ていると、もっと左は出るんですけどね。お、右のリードブロー、西岡俊明、これからどのように出していきますか。ジム移籍1戦目でもあります、この西岡俊明。右のストレートはボディへ十分なバックステップを取っています。距離を取っています。まあ、ヘラルド・マルチネスで警戒するときは、今左のダブル良かったです。西岡遅いかかります。もう一回いきます。やはり左フックですよ、マルチネスね。東洋人の左フックと違ってメキシカの前伸びる、その伸びてくる左フックがあるんですね。はい、サウスポーからするとそれが見えにくいときがあるんですね。いずれ出てくると思いますけど、その時にその右のガードをいかにその置いとくかですね、ブロックするかです。はい、前回のそのタイトルマッチから4ヶ月と11日、西岡俊明、一方のヘラルド・マルチネス、前回の試合からはこちらも4ヶ月と19日間が空いています。ほぼ同じインターバルを過ごしています、この両者。ストレートがボディに食い込みました。西岡のパンチです。まあ、西岡のボディブローなどすぐマルチネス打ち返すところなんか、ね、そういうところやっぱりペースを簡単には持っていかせないというところがありますね。試合巧者ですね、やっぱりね、世界ランカーです。おっと、頭当たったか。一瞬で距離が詰まります。この両者流れ入ってくるところ、おっと前のみになりました。バランスを崩しかけたマルチネス、やりついた。西岡もうちょっと距離を取ります。今日の西岡落ち着いてますね。で左もなかなかシャープですよ。スピードありますよ。まもなく今ゴングが鳴りました。第2ラウンド終えています。このラウンドはそれでは浜さん、このラウンド西岡10対9です。はい、小泉さん、私も西岡の10対9ですね。そうですか。左のダブルがありましたよね。はい、そして左ストレートのボディ、これ有効でありましたよね。はい、専属トレーナーの笠井さんが今言葉をかけてそれにうなずきました。落ち着いています、この表情、西岡俊明です。一方ヘラルド・マルチネス、こちらはご覧のようにこちらもまあ平常心といった感じの表情を受けた、浮かべていますが、小泉さん、このマルチネスと話した時、さらになんかちょっと言葉を交わしていらっしゃいましたけど、どんな印象を受けました。まあ、非常に物静かでですね、まあ、陽気って言いますかね、明るいですね。あ、そうですね、明るいで勝ったですね。はい、そして私もそばでこう顔を見る機会があったんですけども、傷一つないという綺麗な顔をしています。プロで25戦目となるんですが、それだけ顔を打たしていません。第3ラウンドです、西岡対マルチネス。右を出していきました、西岡。この右がポイントになっています。もう一回マルチネスはその右出てくる中から打っていこうという動きを見せます。ミロスレーターボディへ届いていません。やり振った。タイミングを先ほどまで測っていましたマルチネス。浜さん、どうでしょう、そのタイミングの計測は終わりましたでしょうかね。まあ、実際のある程度は読んでいるんです。ただ西岡のパンチがあるんで、はい、そう簡単には打っていけない状態があるんですよね。当然その西岡のパンチ力というのはね、情報として入ってますでしょうから ね、 そうですね。左を振った空振り、お互いに空振りです。西岡の右当たりましたけど、はい、ああいう形で上から打ち落とす右なんかこのラウンド出てますね。あ、打ち落とす右ですか。はい、はい、そういう風にしていると相手は西岡の右に切り取られているわけですね。はい、そして左を打ち込めばいいわけですか。はい、この右からさらにはもう一発の破壊力、力を持っています。左につなげたい西岡。
浜さん確かあの倒してきた慶応というのはほとんど左ですよね。そうですね。その前、まあ、今まだこの左が当たっていたわけですけど、けれども世界タイトル、そして世界ランカーになると、はい、なかなか当たらないもんね。そのためにも右を使ってないといけないというのがあるわけですね。その右が出ました、ね、今いい感じで出ましたね。右ですよ。もう右とストレートですよね、はい、これが2度当たりましたよね。ジャブという感じではないですが、ストレートになってます。相手のくぐった打球は入れ替わりで左を打ち下ろしたんですけどダメです。マルティネスのですねストレート、右ストレートはもうそのまっすぐ出てきますからね、はい、そうですね、肘が上がらないでそこ構えたまま出てきますからね、うん、だから真正面に立ってそのバランス崩した時なんかあの右ストレートちょっと怖いですね。今のまっすぐの右のストレート、ちょうど西岡のおへそのあたりまっすぐ伸びていきます。あと1分を切っています。第3ラウンドです。頭を押さえながらうっとチャンスを伺ったんですが、ちょっと力みましたね、ちょっと力みですよ。西岡少し出てきます。左に倒れトミフ、うっとマルチネス入れ替わった、入れ替わったところでクリンチです。お互いに動きが早いんであっという間に形勢がひっくり返りかねない展開になっています。まあ、やっぱり一発でも打たせたら、まあ、両方に言えますけどね、ダウンする可能性がありますから。ありますね、これもちろんね。一発を食わない神経はあの両方とも相当使ってますね、はい、西岡が右を使いながら最終的にどういう動きをできたら浜田さん的にはその西岡らしい、左の、はい、一番効くパンチまで相手をのけぞらすと、はい、あそこまで右を使いたいと。そうですね。あ、左からアウト、マルチネス一発返しました。右のショット、西岡俊明1分先に弾を奪いました西岡です。いやスピーディーなパンチの効果が見られました。ゴング一発でも当たればそういうのがあるわけですよね。十分に今ねものすごい速さで両者のパンチが交錯していました。まず西岡俊明素晴らしいパンチによりましてタイミングによりましてマルチネスが弾を奪っています。だから西岡スピードがあるもんだから、はい、そしてサイド動くんでですね、ここで打ち合うときは打ち合おうとしたんですね。マルチネスのクロスも一瞬ありましたがこの浜さん今のいや今の左の左ショートですよ ね, ですよね、はい、だから左はどんな場合でも自然と出るわけですね、はいはい、だからそのと前に右が必要なんですね。要するに左を打つための右が必要なんですね、西岡コールもよりボルテージが上がってきています。第3ラウンド、あ逆に西岡はより冷静になってきているようです。まあ、要するに今の左でも分かると当たれば倒れるというものを持っているわけですから、はい、ですからまあその指導としてはその今お前の左はいいんだと、うん、右だけ練習しとけという言い方もね分かりますよね。極端な言い方でしょうけども、打つなと言っても自然に試合では出るんですね、はい、出てくるわけですね、はい、うん、このタイミングというのはもうセンスと言ってもいいですよね、西岡の場合はね。いいセンスしてますよ、まあ、その形容詞としては天才的なセンス、そういった言い方もされます。天才的な動きを信条とします西岡俊明。かといってそれだけに頼ってしまうとですね、世界ランク当たりになるとじゃあ左だけ食わなければいいんだということでなってますね。そこが難しいところですね、うん、そういう時に右を使えるとですね、右も邪魔だ、そして、右をようやく避けたと思ったら左が飛んでくると、どうにもならんという状態まで持ってきたいわけですね。いいタイミングで相手のジャブが返っていくところを右合わせました。自分のジャブを入れ込んでいきます。西岡俊明、西岡の動きが自信に満ち溢れてくるような感じがあります。ボディー左ストレート持っていきます。右が顔面あたりに綺麗に当たり始めています。西岡俊明ジャブ左に振ります。上下に動きます。右ストレート、本当にこの右のストレートがよくまっすぐ伸びていきます。マルチネス低いところ、さあまた入っていく。左だ左はヒットしていません。しかし当たれば一発で倒せる、そんな左を打ち込んできます。まあ、だんだん、3段目、また左右をかぶしていきます。そうですね、明らかに西岡の動きが変わりつつありますよね。だから右がスムーズに出てると相手はいつ左が飛んでくるか分からないわけですね、はい、右のストレートです。左はブロックしました。西岡右ストレートから左フックでボディもこれ強いですね、はい、今ブロックしましたけれど今現在西岡がその強制しているバランスという面では浜さんどうですか、はい、いい感じでバランスが保たれています。まあ、西岡もいいですけど相手のマルチネスもいいバランスしてますよ。ああそうですね、うん、このスピードといいそのスピードを裏付けるようなバランス見事なバランス、このあたりもそのうちの一つでしょう。低い腰を落としながらの潜り込みを見せます。
まあ、マルティネスコーナーですね、はい、デントロ、デントロって言ったらインサイドっていうことなんですね、はい、スパニッシュで、はい、内側から打て、内側から打てって言ってますね。あ、ただですね、前のラウンドダウン取られたんでちょっとマルティネス警戒 し始めましたね。あ、相手はパンチあるんだって。なるほど、入ってくるところ右合わせます。さすがに右のインサイドが打てというのは指導にやってますね。ボディブローです、指導に。あーと一切ストレート、左のストレートが届きました。さあもう少し行きたいところです。今の左ストレートの後に1回戻してまた左ストレートをボディに打つといいですね。今度はマルチネスの右のストレートです。ちょっとマルチネス警戒の間に単発になってきてます。右マルチネスが今度合わせかけました。まあちょっと今浅いですけど、はい、マルチネスのタイミングもいいですね。一瞬の気も当然ながら、許せない試合になってきています。第4ラウンド終了しました。小泉さんから。私は10対9西岡ですね。西岡ですか、はい、私も西岡10対9です。はい、西岡はね、今日は右のジャブ、右のストレートを出すとですね、はい、ヒットしますよ。あれをリードパンチにしてですね、はい、タイミングを測って、それで左ストレートカウンターで取って右フック返す、そういう攻撃をしてですね、合間があったらそのサイドへ動いて相手を撹乱することですね。以前は前に出てプレッシャーをかけていましたこの西岡のボクシング、しかし自分も苦しかったと振り返っています。いつもらってしまうかわからないような、そんな感じのボクシングだったと思いますと自分のかつてのボクシングを振り返っています。浜田さん、この右から左よく伸びていたんですが、マルチネスも早いんですね、下がるのがね。あのマルチネスいい柔軟性してますね。だから本当に一発、この両者に言えますけど一発でも当たったら、誰でもダウンする可能性あるんで、はい、一生懸命殺そうとしてますよね。第5ラウンドです。かするさせないようなボクシングしてますね。はい、やりのボディのアッパーです。エラルド・マルチネス、あのメキシコから海を渡ってこの西岡に戦いに挑んでやってまいりました。メキシコでのアイドルはチャベスだそうです。やはりメキシコにおきましてはチャベスはもう圧倒的なヒーローであります。チャベスとリカルド・ロペスと言ってましたね、あの精密機械と言われているリカルド・ロペスも自分のアイドルに挙げていました。このヘラルド・マルチネス、顔はなんとなくチャベスに目の上あたりが似てるようなそんな感じもあります。うまく押さえつけるようにして糸をかわしていたんですが、ちょっと注意を受けます。西岡です。試合は中盤第5ラウンド、左オートダブルバランスを崩します。自分の足うまくステップを切り替えることができませんでしたマルチネス。先ほどのダウンを取ったあたりからまず西岡が自信を持ち始めています。自信が表にみなぎるような感じになってきています。頭を下げます、左。まあダウン取ってポイントを明らかに先行したんでですね、ちょっと余裕が出てきてですね、で落ち着いてボクシングしてますね、はい。パチッという相手の顔面、鼻面にいい右を持っていきます。西岡またもう一回いきます。左はまだ出していません。左はボディマルチネス、サイドフック、ボディから顔面に返そうというところ、両方ともクリーンヒットはしていません。一人肩越しから入りました。肩の上を通過して入りました。浜さんどうですか、今のパンチ。フェイントをかけながらですね、はい、また左フック、やっぱさすがですね、そういったところは。左フックで引っ掛けました。そして右のストレート、これはブロックしています。バーリング気をつけた方がいいですよ。おっと、いいパンチだ。ああ、しかし同時に来ますね、返してきます。お互いにタイミングが合い始めているようです。さすがにいいランキングが非常に近いこの両者であります。一番新しいランキングでは、西岡は WBA の方がランキングが高くて9位です。 WBC は14位、一方のマルチネスは WBC で8位にランクされています。世界ランカー同士の激突になっています。ボディ左やりだ。さあもう一回ボディに持っていくか。一回ボディに持っていきました。身を翻しましてまずは顔面に、そしてその後長いロングボディも狙っていきます。西岡です。呼び込んで、まあ、西岡が打ち切りに入ると必ず最後打ちを返しするところがあるんですね。ありますね、うん、おっと、左に返しますね。あれですよね、ポイントが左強いですよ、きちんとブロックしておかないと簡単にポイントは明け渡しません。マルチネス、ここでゴングです。
第5ラウンド終了しました。 いいラウンドだったですね、そうですね、と言いながら小泉さんはどういうポイントをつけてらっしゃるんですか。私はこのラウンド10対10ですね。吉岡もいいパンチ当てましたけど、マルチネスもいい左返したと思いますね、はい、私も10対10です。あ、そうですか、はい、非常に差がつきづらい、両者ともいい攻撃を見せました。西岡俊明、ヘラルド・マルチネス、素晴らしいスピーディーな攻防が展開されています。中盤、西岡が先ほど話しました、フックをご覧いただきましょう。開始の左、もう一発いきます。ダブルで持っていったところです。今のは右のサウスポーの右フック持っていって、それで左持っていって、それで左をダブルとして、それでアッパー持っていったんですね、はいはい。西岡、専属トレーナーの笠井トレーナーは言っています。非常に吸収力がすごい選手なんですと、彼の無駄な動きを今なくすのが課題の一つでもありますと言っています。まあ、そのランカーとしての風貌、そういったものが出てくるようになれば、まあ、つまり安定感が出てくるということなんですけれども、その辺のところも笠井トレーナーが語ってくれました。西岡俊明です。まあ、浜さん、はい、いい兄貴分的な存在のようですね。ついこの間まで、3年前まで笠井も現役チャンピオン、はい、世界ランカーですからね。そうですよね、はい、世界の経験を持っています。そして世界で修行をしたこともあります、うん、そういったことからいろんな話を聞いているようですね。そうですね、さっきのラウンドですね、西岡左フック振ったんで、このラウンドは右のガードを上げながら来ましたね。あ、おっと、右、これはスリップした。エッドをうまく相手のパンチからかわしています。距離を取りました。そういった面が一つ、おっと右、はい、悪いところはすぐやるところなんか、さすがですよ。例えとしてスポンジのようなんですよと。なるほど、それほどね、どん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 吸収してくれるということであります、うん、自分がそういう、おっと、背中を内にかけいきますけれども、クロスしただけです。右当てまして、左起こします、起こします。西岡左振った、届きません。おっと、右ショート、今度はマルチネス打ち合いになります。さあ、ショートボンジの打ち合いはどちらが強いか。ヒロスラとコントをします。マルチネス、マルチネス、連打、連打、連打、マルチネス、西岡クリンチに行きます。西岡クリンチに行った。マルチネス、右のパワーから左、今度はボディライン、なんかと、いい感じで言いました、左です。西岡カウンター取りましたけれども、ちょっとマルチネスが収まりきります。その後が続きません。西岡、まだ左、カウンターが取りました。カウンターを取ります。いや、パンチの本当に取り合いになってきています。マルチネスもさすがですね。やっぱりミロスウェット、おっと、なるとちょっとしたスピを畳みかけますからね。来ますね、今、うん、スピ見せますと2発入れてきますもん ね、ミロスウェット、さすがですよ、この辺は。しかも軽く、あくまでもポイントを取れるような、そんなパンチを入れ込んできます。西岡がまたクリンチに来ました。両者非常に高いテクニックの攻防が続いています。第6ラウンド残り1分になりました。50秒切っています。右、おい、今度左返した。危ないですよね。左フックがマルチネスの出るようになりましたね、右のガードがなくなったところ。おっと、左ついた、左ついた、左カウンター狙い。西岡、左一発を狙っていきましたが当たりませんでした。もう一回試合絞っています。その左は当たりません。右返した、さらに右連打です。左が当たりません、まあ、西岡は慌てる必要ないです、はい、慌てることはないですからね。ちょっと慌てかないんですね、焦ってますね。おっと、ちょっと振りが大きくなってますから、はい、まずホームを締めればいいですよ。右のストレートからもう一回マルチネスが作った、左打った、まずホームを締めればいいですよ。サイドフック、マルチネスの大きいパンチが目立ちます。今度はボディブロー、サイド持ってきます。動きたいですね、はい、サイド動いた方がいい。カウンター、ナイスカウンター、ナイスカウンター、いい左カウンター、ちょっと今カウンター狙っていますけど、右のが低くなりましたからね、慌てる必要ないですよ。お互いにいいパンチが交換ありました。第5ラウンド終了しています。いや、失礼、第6ラウンド終了しています。まあ、このラウンドは僕でしょう、マルチネスのラウンドですね。そうですか、はい、やっぱり見せてきましたね、私もマルチネス10対9です。マルチネス、はい、特にですね、右チコーンと出して左のストレートですね、左のフック返すんです、左のストレートの返しがいいですね、はい。さあ、そのマルチネスのいいパンチ入ったところをご覧いただきたいと思います。この右から左、これで2ワンですよね、2から1の逆ワンツーですよ、はい、これが当たり出したんですね。今ちょっと表情は見えませんけれども、入念にちょっと顔の今放送席からもちょうど近くで、あ、ちょっと切ったのかもしれません、傷ができたのかもしれません。赤くなってますね、あ、切ってますね、うっすらとこう引っかいたような感じの傷になっています。カットしているようです。
傷一つないと言っても過言ではない綺麗な顔に傷ができました。ちょっとワセリンつけすぎですよ ね、 ちょっとね日本の標準からするとですね白く残っています。7ラウンド目です。ノンタイトル10回戦この試合先に第3ラウンドでダウンを奪ったのは西岡です。しかしその後マルチネスもタイミングを合わせてきました。先ほど6つ目のラウンドはいい感じでパンチを入れてきてラウンドを取っています。ミロストレートだ。西岡右のジャブ使ったので上がっていた上がっていた入れ替わったコーナーに押し込んだコーナーに押し込んだもう一回左イヤンベン狙っていきます。スリーバックだ。スリーバックパーしました。もう一回もう一回アッパーです。ここ一番左でやっぱり勝負します。ここ一番は左です。ああいうときにさすがにやっぱり左は自然と出ますね。出ますね。ただ今右のガード気付けんといかんですよ。パンチで切れたと。ああ、コントしたんですね。今パンチなんだということをしっかりと確認しました。さあ、また行きます。今左は右ですから。左は右ですから。右のガードはまだ上げなきゃいかんですよ。あは、うん。右のガードはもっと高め。まだまだ高め。特に左を打つときに、はい、打ち終わった時に左のガードです。あ、右のガード下がってますからね。そこを左を変えて狙ってきますから。はい。あ、確かに切れています。マルチネス、左の小目のあたりです。今度は左のアッパー、抜群のタイミングで放っていきます。左を持っていきました。なかなか打たれ強いところがあります。マルチネス。いいアッパーが浜さんありましたね。いやその前に左ずれた。最近いてますよ。なるほど。さあ、もう一回距離を取りました。西岡のペースになってきています。先ほど取られたラウンド、完全に取り返しています。この試合、2つ目のダウンがノックアウトパンチになるか。西岡。この辺りはしっかりとブロック、見事なブロックを見せます。しかし、おお、手数はやめない。手数がやみません。しかし全部かわし切ります。全部かわしました。ここはクリンチで時計を刻ませます。西岡っていうのはクリンチうまいんですよ。はいはい、きすっと取れましたね。おっと左、もう一回呼び込んでの左です。もっと今左小さかったら当たってますよ。あ、そうですか。うん、ちょっと今まだ振り大きいですね。左が、おーっと肩マルチネス、また右のストレート。でも振りが大きいからモーションかかってるわけですよ。あ、なるほど。西岡のモーションかかってるところに打ち込まれたわけですよね。マルチネスの見事な綺麗なストレート。マルチネスもまた来ます。先ほどからカウンターうまくヒットしている西岡、ちょっとモーションが大きくなったところ、チャンスになるとちょっとモーションかかってくるところあるんで、そこを締めればいいですよ。はい、もっとガード締めていれば心配ないですから。あ、そうです。あ、これゴングです。いいラウンド作りましたね。はい、ということで西岡選手の10対9ですね。7ラウンド目西岡選手取りました。私も西岡10対9です。お二方とも、この傷はパンチ有効打によるものです。あ、先ほどのパンチで切ったというレフェリーのジェスチャー、それを紹介しているものです。7ラウンド目お二方とも西岡が取ったラウンドとしました。このカウンターですね。このカウンターですね。相手の右払ってからのカウンターなんですね。まあ、このカウンターを取る勘というのはナチュラルな天性のものがありますね。素晴らしい勘を持っています。だからそれだけ左のカウンターいいんですか。もう少しその右のそのパンチですね、はい、返しの右、あるいはその相手を作るバランスを崩させる右ですね。西岡もマルチネス同様非常に綺麗な、つまり打たれてない表情をしています。いい試合になってきましたね。そうですね。第8ラウンドです。さあ、ラウンド深まってお互いにいいパンチ決めどころが分かってくるようになりました。カウンターが入る西岡、あるいはヘラルド・マルチネスが隙をついての右のストレート、これもタイミングが合ってきています。このラウンドのダウンは一度だけ、マルチネス3ラウンドに西岡から取られました。両者を通じるダウンはこれだけです。まあ、さっきもダウンを出しました。チャンスとありましたけど、はい、やっぱりマルチネスのディフェンスもいいですね。ああ、そうですか、うん、やっぱり足が速いですよね。速いですね。それに伴って状態も非常に柔らかさを見せています。それで一発に行くのを食ったら立て続けに食わないところがありますね、はい、そして相手が出してこないならばポイントを取り返すべくすぐに打ち返してきますもんね。返しがあります。この辺がやっぱり世界ランカーということですね。左のジャブ、おお、マルチネスも左で丁寧に作り始めました。ラッキングから右のストレート、今度は風のおっと
西岡の番ですが、左のショート正面のフック系でしょうか、至近距離からのパンチを持っていっています。右の出し具合はこのぐらいで、浜さんどうですか。今のまあ右フックの出し方なんかちょっと中途半端だったんですけどね、やっぱり今左が当たってきたんで、はい、左狙ってるからちょっと右が出なくなりましたね。やっぱり感じとしてはもうちょっと欲しいと、もう少し欲しいですね、はい、そして、出すだけじゃなくて出すとちょっとあの、はい、ガードが下がって帰ってくるんですよ、左カウンター、いいカウンターになりました。浜さんどうでしょう、今のあの綺麗に当たってないですけど、タイミングは合ってますよ。 あと5センチ左にずれたらダウン取ってますね。そうですか、うん、あのタイミングでいいんですよ。あと5センチの差、さあタイミングが OK です。やっぱり左のガードもっと上げることですね、ちょうど右を出しながらこのガードが下がって入ってくるんですね、はい、完全に西岡はタイミングは合ったようですね。タイミングは合ってますよ、タイミングは合わせています。さああとはいつ出しどころでこの左を出していくかです。大きな左を持っていきました。西岡マルチネス、うんとマルチネスもポイントを取り返しに行きます。ステップを小刻みに切りながら、低い打球を押さえつけられました。お腰にかかります。この辺はしたたかです。マルチネス左は当たりません、下がられました。残り30秒です。第8ラウンド西岡は綺麗な形で勝利することができますでしょうか。ここまで新しいニュー西岡、そういったものを随所に披露していることには成功していますが、何しろ欲しいのはやっぱり結果です。勝ちが欲しい西岡、上がりましたね。今ね、今は浅かったですけど、はい、タイミングいいですよ。ちょっとパンチは左の方に行きました。その分浅かったんでしょう。また左を持っていきました。今度はボディに打ち分けるといいですね。8ラウンド目終了しました。10対9西岡ですね。小泉さん西岡、はい、私も西岡10対9です。そうですか、はい、このラウンドうまく取りましたよ、ワンツーが当ててですね、それでカウンター気味に相手捉えてですね、最後は左ストレートのボディですね、これも有効打ですね、はい、そして相手のパンチは結構うまくですね、クリンチしたりサイドステップしたりですね、相手のタイミングを外しながら食わないでいますよね、はい、西岡中盤もいいカウンターを取っています。あの小泉さん、あの前回のですね世界戦の反省を踏まえて、明らかに西岡変わったところを見せておりますよね、うん、バランスが良くなったです、はい、でまあ、相手がウィラポンですからね、プレッシャーかける名手ですから、バランスも崩されてちょっと腰砕けの状態でサイドへサイドへ回らされたんですけど、はい、この試合は前、これまで西岡の選手の試合見てますけどね、はい、良くなってますよね。そうですか、ということは浜田さん、はい、今までそのバランスを中心に右の使い方を教わってきたんですけども、うん、直してきたんですが、うん、それは見事に成果として現れていると、うん、出てきているということですね。言えますね、まあ、いざチャンスになった時にですね、左一本狙いになる時に、はい、まあ、それはそれでいいんですけどね、はい、右のガードでやっぱりあの今までの癖として下がったところがあるんで、はいはい、そこだけは気をつけてくださいね。先ほどちょっと上げてくる、あ、今上がりましたね、うんと右を入れてます。だから、まあ、それだけ意識してるということですね。その右、右のところいい感じの右が出ました、うん、もう一回出ます。これ打ったら元の構えた位置に戻すことを意識しているわけですね。今第9ラウンドに入っています。西岡対ヘラウドン・マルチネス、左、ダブル、もう一回集中だ。小さなパンチ、フックのパンチを集めます。連打しました。マルチネス、顔、口が舞い散り、右のストレートになってきます。もう一回、これはブロック、ストッピングを見せます。左、うんと顔を下げてしまいます。ガードを上げました。ボックス1分経過です。第9ラウンド、入っていって右から左です。左の伸びはいいですよ、綺麗な形で倒したい西岡です。スピードを持って対抗してきますマルチネス、足をすりながら、クリッチの状態でお互い打ち合います。ブレイクをかけます。第3ラウンドに西岡ダウンを取りました。タイミングよく、まあ、ランダの中だったんですけれども、打ち合いの中だったんですが、西岡打ち返ました、打ち勝ちました。右のストレート、オンとマルチネスのパンチです。西岡にね、サウスポーのショートの右フックですね、はい、顎の先端かするようなパンチがあったんですね、有効ですけどね。
また右近い距離で入れてきます。サメナが左右アッパーも強いですね。ブロックしてましたけれど、このブロック脇を狙ってきました。エルボーでブロックします。西岡杖から左当てることができません。中に入り込まれました。一瞬西岡下がってこれをかわしています。森は正面下に左からもう一回左のストレート、右フックまで返したいですね。ね、右フックまで返したいところ、右フックまで西岡、その後左長い左です。まあよく伸びてますよ、はい、まあ、空振りはしましたけど伸びてますよ。さあもう一回作ります。マルチネスはマイペース、左からうんと危ない危ない、あと右肩当たりました。マルチネスさらに右これはくぐりました。マルチネスの見事な右のカウンター、あのパンチが強かったですね。ちょっとヒヤッとするシーンでした。第9ラウンド浜田さんどうでしょう。このラウンド10対10です。10対10、はい、私もですね最後のあの強烈な右ストレートを食わなければですね、10対9西岡に行ったと思うんですけど、最後にいいパンチ食いました ね。10対10です、はい、ドキッとするようなパンチがありました。第9ラウンド、こちらがマルチネスのコーナーです。プロ25戦目日本の西岡と戦っています。やはりこのマルチネス21勝中 18KO をしているだけありますね。ありますね、パンチが非常に脇締めてですねコンパクトに出ますね、振りは大きくないんですけどそれでパンチがありますね。そしてあの浜田さんやっぱりあの4人サウスポーに勝ってる時があってあの苦労はしてないようですね。苦戦はしてないようですね。そうですね、あのサウスポーの苦手意識は感じられないですね。慣れない、はい、いいタイミングで右のストレートを放っています。さあ西岡俊明も一方このラウンドも早く自ら立ち上がりました。遅れてラウンドマルチネスが立ち上がっています。ラストラウンドです。第10ラウンド世界にまた挑戦するにもこの試合きちんと勝っておきたい西岡です。左行くぞ、早くも強いパンチの効果があります。西岡ラストこの3分間に集中しています。右をこするようにして相手のボディをこするようにして上げてきます。白のトランクスを履いているマルチネス、左クロス、左クロス、危ない危ない、マルチネス左クロスから右を出しかけたんですがこれはクリンチです。ちょっとでもガードが下がったりすると狙いますね。さあ追いかけていきます。追い打ちをかけていきます。ラストラウンド取ろうと懸命にいきます。ペナルトマルチです。ノンタイトルでありますが世界ランカー同士この後のランキングにこの試合が響いてまいります。ヘラルド・マルチネス、そして石岡俊明、石岡大きく大胆に足を使います。右グローブを走りながらちょっと顔が届いています。左首も食いましたからね、はいはい、少し回復するまで、まあ、動くのは動くでいいですよ。距離を置きまして時間を取ります。残り2分を切りました。第10ラウンドラストラウンドです。マルチネスがそれに乗じてグイ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 入ってきます。左の服から右、これはプックしてます。ちょっとガードいくんですよ、ちょっと右のガードいくんですよ。そうですか、うん、西岡また右のガードが少し下がりに左倒しきることができるか。西岡ダウンは奪っています。西岡逆に相手がですね、はい、これポイント取り返そう逆転しようと思って出てきますからね、カウンター取るチャンスではあるんですね。飛び込んでいきます。すかしました。相手は1回ロープにまで届いていますがまたまた追いかけます。左を当てました。不意の左です。そうですね、不意に出すんですよ、動いて動いてサイド1回左行って右へ行ってそれで相手の体より、ま、はい、半身だけ外へ出といて左ストレートショートでですね、顎の先端打つことですね。右のフック引っ掛けてきます。ブロックの上ですが左のストレート伸ばしていきます。もう1回行きました。いきなりの左を多く打ってきます。西岡俊明ラストラウンド、もう1回左を出します。今度はマルチネス、あ、天野さんもうそろそろ30秒ですからね、残り、まあ、もう1回出ておきたいところと、ね、あと1回は打ちたいですね、はい、1回出てくるとあるいはカウンターするか、おっと左いい感じだ。さあこの後ラストのラッシュを右側を上げて左を打てばいいですよ、右側を上げて左を打てばいいですから、あと10秒です。ほとんどもう時間がなくなりました。西岡の一発入れることができるか、左を持っていきます。試合終了。
30ラウンド、この試合西岡俊明、判定にもつれ込みましたが、西岡は第3ラウンドにダウンを取っております。ラストラウンドはどうでしたか？私はヘラルマルチネスですね。マルチネスですか？私もマルチネス10対9です、ジャッジ、その採点を待ちたいと思います。まあ、判定は西岡だと思いますけれど、はい、今日の試合お互い世界ランカー同士、まあ、レベルの高いですね、いい試合だったですね。そうですね、2人とも強打者で、それをですね、打ち込み外し合い、非常にいい試合だったと思います。今集計を待っている両者であります、マルチネス、めったにおそらく傷は作ったことはないんだと思いますが、この試合でパンチによる傷をもらってしまいました。勝者赤コーナー西岡、西岡勝ちました。再起戦勝利です。ジャッジが今お聞きいただけたかと思いますが、3対0です。97対96、98対97、98対94と